花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金谷由郎です。一週間ご無沙汰いたしました。今日も楽しくね、音楽魂やりましょうということでですね、やっておりますがですね、今日は、ファックスもね、いろいろ来てますけどもですね、ちょっと今マイクチェンジをしていますが、松下さん。はい。おかえりなさい。ただいま、皆様お世話になりました。おかえりなさい。ありがとうございました。お疲れ様。お二人ね、どこへ行ってきたんでしょうか。どこへふるさとの高知の四万十川に帰ってきました。四万十祭り。四万十祭り、あのステージもちゃんと特設ステージ、野外ステージできてるんですね。そうですよ、川にね、河原に作っていただいて ね、暑い中の青年団の皆さん、はい、本当そうですね。それでその後花火大会とか盆踊りとかいろいろありましたね。でお笑いのライブももちろんあったし、お笑いライブ、うん、はいはいはい、すごい二十数年ぶりだったですよ、お祭りに帰ったのは。四万十祭りにね、松下としみさんでございます、ありがとうございました。今更でございますが、うん、今日も連日ライブの、はい、どうも高島琴さん、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、四万十川何お土産あるの？ありますよ。今出しちゃおう。出して。何があるんですか？いや、後で出す。土佐日記。山田さんにね。あ、いいね。山田さん用の土佐日記出ました。ソーダ節。これソーダ節、鰹節、これものすごく美味しいのね。すごいうまいね。味がね、全然違うんだよ、この鰹節。芋けんぴ、やったー。うわった。何、何それ。生姜芋けんぴ。イエイ。生姜入りの芋けんぴってなんだ。そうそう、生姜もね、高知はね、名産なので有名。そうなんですか。生姜と。久しぶりにふるさとに帰った感じはいかがでしたか。まだいっぱいあるの。まだいっぱいある。そうだ、すごい。ありますよ。これはね、まこちゃんのね、のねまんじゅうって多分秋だと思うんだけどね。のね、のね、秋の。それお仏壇にお供え。ありがとうございます。なるほど。うちのご先祖様。そうです、ご先祖様。高島琴さんも高知のね、つながりなんで。高知なんですよ。はい。これもなんかね、ご縁があるかもね。そうだからね、宣伝してきましたよ、お二人のギターを説明してね、この音源をね、作っていただいたってところから皆さんに聞いていただいて、次回はぜひバンドで呼んでください。リバーサルリバーサル、そうそう、僕が作った歌があるんですけど、それをね、木変えてやったんだよね。先週も慌てて撮ったんで、どうかなと思って、2テイクだよね。ね、で、2テイク入れてたんだけど、結局ね、最初の1テイク目で歌ったの。やっぱあれが雰囲気良かったのかな。大体そういうもんだよね。2回しかやってないからね。あ、そうなんですね。一発撮りって。一発撮りが一番。だってセックスさんも外で待ってたから。あ、そう、ごすいませんね。すごい早くから来てたんで。でもね、夜ね、そのすごい川のほとりで、そのギターが鳴り響いてね、すごいかっこよかったですよ。いいな。大音量だし、もちろん。だから僕が歌ってる CD の中のあれとはまた別のね、それで雰囲気がね。ほら、音楽川でしょ、歌は、だそこも四万十の流れに変えて、そしたら拍手。四万十の流れに変えたんだ。高知の山に。高知の山はね、あんま名前が分かんないで、口の山で歌いましたけど。でも高知の人も喜んだでしょ。喜びましたね。四万十とか出てくるとさ、若いね、司会の方がね、いや、四万十川に変えていただいて、もうなんか感激しましたとか言って、喜ばれました。本当ありがとうございます、カナオさん。いや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 、あれどこでも使えるんですよ、あれね。いや、名前変えるね、普遍的な歌なんですよ、あれは。そうだね、すごいいい歌でしたね、改めて。でもそれぞれのリバーサイドっていうのありますから。ありますよね。ロンドンの方もね、あるだろうし、テムズの、テムズの流れ、ナイルナイルの川とか
いろいろね、ナイルとか、エジプトはナイル、チリス、ユーフラテス、すごいね、すごい、チリの出てくるね、結構そういうの好き。もう昨日オリンピックでさ、もうね、やらなくて、俺初めて見た。あ、そう、あ、見るんですね。失礼しました。いやいや、俺まだ一回も見てない。本当になかなかね、僕も早く寝ちゃうんで、なかなか見る機会がなくて、初めて僕見ました。もううちテレビないし、そうでしょ、テレビないと全く見ない。だから僕はね、そのなんかちっちゃなのでね、ちょこっと見たら、僕は割と格闘技っていうか、柔道とかああいうね、レスリングとか好きなんですよ。長い競技ダメなんでね。そうだよね、時間がかかる、もうせっかちだから、一生懸命すぐ決まんなきゃダメ、すぐ勝負が決まるやつが、そうそう、もうサッカーとか見てらんないもん、なんか長すぎちゃって。失礼しました。いやいやいや、ね、やっぱ陸上 100m が一番早いね。そう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 、陸上とかも9秒とか10秒で終わっちゃう。そう、もう大好き、そういうのがね。でもサッカーもね、今回 10秒、開始10秒で1点入ったよね。あ、そうなんだ、すごい。あ、そう、そういうのもあったの。なるほど ね、やっぱりその、やっぱ世の中こうそうやってね、みんな それ見て元気になるっていうか ね、それ素晴らしいよね、やっぱりスポーツ その精神スピリッツっていうかね、素晴らしいですよね。そうですね、本当ね、思いますけども。じゃあ松下さん、なんか松下さんが今日歌おう、なんか。あ、本当ですか。もう急に振るからね、僕ね。順番が違うですか。前ね、福岡の美希さんからリクエストあった曲あったでしょ。はいはい、そう、星影の小道をね。星影の小道をいただいてました。これはもともとどなたが歌ってらっしゃる。これね、大昔の歌で、ちょっと僕もちょっと定かじゃないんで。たがつく人、田畑みのる。田畑みのるじゃないよ。え？タバはなんとかさん。タバタ、いや違うかな、ごめんなさい、ちょっと忘れましたけどね。星影の小道ですね。はい、これなんか行きますか。行きます。タバタよしお、違う、ミノルっていう人だった。ミノルっていうおじさん、おじさん、行きますか。おじさんが歌ってた、おじさんが、可愛らしいおじさんがニコニコして歌ってた。頭、じゃあちょっとアカペラで行く、ちょっと音出そうか。いきなり、静かに静かに手を取り手を取り、あなたのささやきはアカシアの影の小道よ。星影の小道よ。
影の小道はい、ということで松下としみさんが歌いました星影の小道、懐かしい感じが、しましたよね、これね、昔の歌っていい歌あるよね結構 ね、いかがですか、ね、もう続々とファックス来ましたね、これいっぱい来ました。星影の小道ってね、今ね、調べていただきました。本当ですか、小畑みのるさんだ、小畑みのるさんだ、田畑じゃなくて、田畑じゃない、小畑みのるさんだ、小畑みのるさんだ、小畑みのるさんのね、そう、あ、でも人とようさんとかも歌ってらっしゃる、いろんな方がね、牧陽子さんとか、あ、やっぱこういう歌はいろんな人が歌ってんだね、千秋直美さん、千秋直美さん、この方、小畑みのるさん、あ、小畑みのるさん、覚えてる、この方 ね、なんかニコニコして、あ、そうかそうか、男の方のが歌ってた歌だね、これね、なんか女性のイメージを割としますよね。I love you ってこの当時ね、斬新だったんじゃないですかね。はい、そうだよ。これ、I love you とかっていうね。I love you。今だからね、あれだけどね。ね、だからね、おそらく I love you I love you っていう感じの歌だったと思うよ。うん、いや本当に本当に生まれる前ですね。きっと昔はそうだよね。割と、うん、そうですね、割とカタカナっぽい感じ。そう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 。松井さん、あの今日ファックスが来てますかね。はいはい、もしねいただいてたらファックス、メールがあればですね。これはかなおさんがの方がいつもの。ちょっと嘘。いいですか。字が小さい。あ、字が小さい。メール苦手なんだよ。本当ですか。私が読ます、ね。もういや、これちょっと、はい、松井さん。はい、じゃあ、いつものね、チャーリーさん。はい、メールでは、投げ銭できませんが、こんにちは、千葉の海に向かっていたら雨が降ってきましたので、あら諦めて戻ってる最中であります。あ、そうでしたか。雨ですかね、こっちすごいカンカン照り ね、いい天気ですけど、ね、リクエストは日の当たる坂道、よろしくお願いします、はい、チャーリー佐藤さん、 iPhone からいただいてます。あiPhone からいただきました、はい、いつもチャーリーさんはあれじゃない、投げ銭をいただくそうです、ね、んだけども、ファックスでね、ファックスは初めてじゃないですかね、はい、続いて金尾芳郎音楽魂、はい、音中金尾さん、うん、高橋さん、松下さん、うん、山田ディレクター、はい、広井さん、スタッフの皆様、はい、残暑お見舞い申し上げます、うん、昨日は急な雷雨でしたが皆様大丈夫でしたか、うん、今日は金玉ですね、なので皆さんにリクエストさせていただきます、はい、ゲストの、ね、方がいらっしゃらない時は、うん、あ、金尾魂と金玉、金玉でも金曜日の金曜日魂でもいいよね、そうだね、うん、金玉、金玉、金玉、魂、これ間違えた、金玉ですからね、はいはいはい、リクエストね、金尾さん、筑豊ブルースか道、はい、高橋さん、ビートルズのヘイジュード、ヘイジュード、イエスタデイ、イマジンの中から、そう、松下さん、四万十川祭りで歌われたリバーサイドマイホームタウン、ほら余談ですが、四万十川という名の響くが美しくて好きです、うん、歴史上川のあるところ、うん、文明は発展していますね、四万十川にもいろんなエピソードがあるのではないでしょうか、それではよろしくお願いします、はい、まだまだ残暑が続くようですが、はい、くれぐれもご自愛ください、はい、Have a beautiful Friday from 広子高山さん、ああ、ね、広子高山さんはいつもね、今日は久保田さん遊びに来るはずだったんだけど、そう待ってたのに、ちょっと事情があって、事情があってない、事情言っちゃダメなの、うん、いいよね、いいよね、デートだよ、デート、デートだよ、奥さんと、うん、ランチデートだけど、なかなか来れなかった、ね、広子さんもね、高山さんも、ね、ちょっと差し入れ持って来ていただいたんだけど、ね、やっぱ奥ゆかしいからね、うんうん、差し入れだけ置いて帰るっていうね、これ渋いね、やっぱ大人だし、大人しかできないような ね、山田さんから歌っていただいたんだもん、山田さんなんかいただいたもの、ね、お預かりしたものを ね、今度遊びに来ていただきたいと思います、ね、でも今日なんか久保田と一緒に来るっていう風にもなってたみたいだけど、ま、そうなの、来れなくなったんで、そっかそっか、うん、なんだ、そこ近くにいるんじゃないの、いたら来てくださいね
じゃあリクエストお答えしますか、僕がね、僕のリクエストなかった忘れたもん。ジュクホブルースか道。道。マコトさんはヘイジュード、イエスタデイ、イマジンの中からいずれか。ね、じゃあ僕でも歌ってる間に誠さん考えててください、はい、何やりますかじゃあ最初はほら日の当たる坂道もいただいてましたよ、チャーリーさんからね。チャーリーさんからじゃあ日の当たる坂道やりましょう、まずね、はい、ぬくもり
はい、ということで、はい、金尾吉郎日の当たる坂道をお届けしました。今日今の感じでぴったりじゃないですか。ね、ね、日の当たる当たりすぎ、セミが最後の今日来たらね、もうセミの最後のオラビ、オラビが聞こえましたけどもですね、オラブというのは、まああのね、叫ぶということですけどもですね、あのセミも本当かわいそうでね、命短しいですけどもね、やっぱり何でしょう、あの短い命ってこう儚いけども、うん、なんかその間にこう一生懸命こう燃え尽きるっていう ね、生きてる感じがね、ね、生きてる感じ。あの真子さんあれですか、あの連日ライブでお忙しい、はい、もうすごいね。そう、毎日じゃん。今日は今日はないの。え、本当珍しく今日はないですね。でも明日松本なんで、ちょっと松本にどこ、何どこ、ブエナビスタっていうホテルの、なんかブエナビスタソシアルクラブっていうバンド知ってたんですブエナビスタっていうなんかホテル、ホテル、うん、おしゃれで、ブルースと、ブルースのなんかイベントを、あの表君ってドラマがいるんだけど、はいはい、で彼がそれをあの やる主催し、うん、ゲストで行きます。いろんなバンドが出るんですか。結構いろいろ出るみたいですね。場所は、どこの、松本のブエノビスタ、ブエノビスタ、ブエノビスタ、あの、うん、上のベストじゃないよね、上のベストじゃない、何それ、ブエノビスタ、ちょっと面白い、上野のベスト電気じゃないね、ベスト電気なんかないか、ベスト電気って何ですか。いや博多にあったんで昔、まあいい博多ですけど知らないから、ベスト電気ってんで結構いろいろあった あるよ。あ、そうなんだ。そうか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 。どこでもあったんだね、きっとね。真子さんなんか今日歌う、あれ、どうしよう、ありますか。さっきなんかスイングロスイッチャリジョン、それはまた別に、ね、それね、あ、さっきの、それじゃあそれにしますか。これ言ってますか、うん、それスイングロスイッチャリア、ね、スイートロブスイートチャリアット Coming for toCarry me home, swing low, sweet chariot, come and for to carry me home. I looked up the children, and what did I see?Coming for to carry me be home. A band of the angels coming after me. Coming for to carry me home. Sweeping low, sweet chariot. Come.Carry me home, sweet love, sweet chariot, coming for to carry me.Carry me home. Tell all my friends I'm coming too. Coming for to carry me home. Sweeping low, sweet chariot. Coming for to carry me. Oh
coming for it, carrying me home on, swing low, sweet cherry road. Coming for it, carry me. またこれまた渋い、最近渋い感じになってまいりましたね。前はほらあの優しい感じの優しい感じ。でもね、まこちゃんあれ誰からでも好かれるでしょ。え、俺いや本当にね、愛される、愛される高橋まこちさん。俺ねもう結構嫌われるからね。いや本当あのね、あの前ほら嫌われてもいいんだけど、うん、みんなに好かれたいとは思ってないけど、うん、あのまこちゃんも本当にね、みんなから好かれるタイプよね。いや最近言われるもん、ひねり王子とかなんか言って、ひねりのね体操の選手がなんか、うん、白井君、うん、なんか、ね、なんかたまたま ひねりがこう上手いんだって、はいはい、4回転とか、すごい、ね、6回転とかするんだよ。6回転もしないか、6回も回れないか。うん、ひねり王子とかでも聞いてね、俺、うん、ひねくれ王子って言われてる。ひねくれ王子の金持ちろ。まあ行きそれでも王子ってことですね。そう、そう、俺自分は王子なんだ、ね、俺はなんだろう、あんまり人から好かれるってあんまり意識してないけど。いやでも普段から、ね、あの嫌いにならないね。嫌いな人がいない。そう、そういうことよ。そうだね。そう、多分、ね、うん、あんまり嫌いって思わないよね、人のことを。うん、あ。僕もね、あの、そうそう、僕もそんなには思わないんだけど、うんうん、あのちょっとムカついたりする、ね、俺性格が悪いんだね。いやだからね、うん、ムカついて普通だったら落としとったらさ、うんうんうん、まあいいかみたいな感じで流すじゃん。そう、まだね、なんかね若さが残ってんだよこれ。ひねくれ王子の。もう山田さんが笑われましたけどですね、受けてます。あなたからの贈り物っていう歌をね、はい、あの、うん、歌ってみますか ね、あのこれはあちょっとね、あんまり歌ってないかもしれない、松井さん大丈夫ですか。はい、ちょっと待ってください、うん、あれ、はい、あなたからの贈り物、これもね、はい、あの私の作った、私はまあ3コードで全部曲作りますから、全部ほとんどあのコードは似てますね。昨日もお前いいか。長い坂道登ってきたのさ、並んでその手を繋いで、生まれた日から競ってきたのさ、季節は巡り時代は変わってく、歴史の中で技を磨いて
せた夢の続きを見ていただけさ、この長い坂道で登り詰めたら見えてきたもの、それは二人の約束のこの場所で、今日も歩いてゆこう、明日へのはい、ということで、金尾芳郎あなたからの贈り物という歌をやってみましたけど、あ、そうですか。なんかのれんを守ってる、なんかこう、なんかそんな感じ。老舗に僕はね、和菓子職人やってましたからね。そんな感じの歌ですよね。違います。なんか技を、ね、ほら昨日ね、俺曲作ることが最近あんまりね、ちょっとサボってて、久しぶりにね、カラオケボックスなんか行って曲作ってたの。あ、なんか言ってたね。雷が落ちたんだ。そしたらね、その普段そんなことやんないから、カラオケボックス行った、もう行く手前でも大雨降り出して、うんうんうん、2時か3時ぐらい。そうだったね、あの頃ね。そして入ってカラオケボックスでお金払って、さあ歌おうとしたらドカーンってさ、カラオケボックスに雷が落ちたのよ。そう。それで警報ベルがバーンと鳴り始めて、そしてさ、ああいう時って、荷物バーって出してたから、荷物をこうまとめようとしてもあんまりほら、一人だけど、うろたえたらおかしいと思って。誰も見てないのにね、ちょっと平静を装って外に出たら、誰かがさ、火事とか言うわけよ。ほんで、エレベーター止まってるし、まあ、カラオケの機械も止まりましたからね。そしたら、螺旋階段にバーっといっぱいなってるじゃん。それでもさ、うろたえたらおかしいって思ってたから、部屋に戻ってさ、そう、うろたえてないわけよ。九州の門がうろたえたらおかしいと思われて、いい年して。なんで急がないとダメでしょ。で、こう見たら煙とか出てないから、ね。あ、そう。で、それがね、10分ぐらい続いたの。もうやかましい警報機、デーンが。で、中に入ってらんないから、外でちょっと待ってたら、パッと止まったのよ。あ、そう。うん。それで中に入って、それが3回あったからね。え、歌い始めたらまたバーンって落ちたの、また。3回落ちた。3回落ちた。落ちるの。よっぽど好かれてんだね、雷に。いや、だからね、なんか、普段の行いが俺悪いんだね。それついてるよ。なかなかそういう経験できない。雷落ちる。雷落ちてるとこは、ね、頭の上になったっていうのはね、ちょっと。雷王子が来ましたか。すごい、ということで、今日松下さん何か歌わないの？え、なんか歌おうよ。さっきのリバーサイド歌う？いやいや、ファックスまだお一方ね。あ、来た。読んでないの。はいはいはい。ミキさんね。はい。金尾さん、誠さん、としみさん、山田ディレクター、こんにちは。こんにちは。つくつく帽子が泣き始めたくせに、いまだに猛暑日が続いたり、熊本では今日も地震と、本当に嫌なっちゃいますね。本当地震起きた。今日も大変だよね。何か見えない力がこの国に働き始めてる感じがしてます。でもその中で今のところ毎週カナオさんのラジオを聞けてるだけでもポジティブになれる時間があるということで本当にありがたいですね。いや、こちらこそね、本当は励みになりますよね。そういう方が一人でもいらっしゃるということね。聞いてくれてると、はい、
先週の哲也さんと道明寺さんのダボーダイヤマ、うん、ダボーダイナマイトは最高でしたね。ダブルダボーダボーダイナマイトダボー、うん、ダボーね、うん、皆さんの作り出す変わらず、温かい雰囲気のせいか、うん、哲也さんもノリノリでなんか雄太郎トークは止まらない感じでしたね。いやあれすごいね、あのね、ね、あのね、トークがすごい話、もちろんね、あの、うん、ハーモニカプレイヤーとしてはね、世界的なね、うん、あの哲也中村さん、あのテックス中村さんですけどね、あのウォーのバンドにいてね、うん、まあ、あの13年在籍してて、まあ、いろんな形で海外でねやられてますけど、でも話がねやっぱ奥が深いというか ね、うん、ね、あの幅があるというかね、人間的に ね、うん、だからずっと聞いていたい感じするのね、うんうん、面白いこと考えてるじゃん、あの、いろいろねあれはねものすごい参考になった。素晴らしい、ね、俺たちもやっぱああいう感じ、ああいう感じはもうね、で日本人の心を大事に ね、 し、 ね、うんうん、ね、してるっていうね、あの素晴らしいと思いますけど ね、うん、ね、はい、心よく共演を OK してくれた道明寺さんの努力にも感謝です、うんうん、昨日は哲也さんは日本を懐かしんで焼酎と、うん、キャベツの焼酎を楽しんでいる、キャベツの焼酎を楽しんでいるみたいでした。キャベツの焼酎あるの？キャベツの焼酎、いやそれ知らなかったねキャベツの焼酎 ね、 ほうね、キャベツとじゃない のキャベツとキャベツの焼酎とキャベツの焼酎って書いてますけどね、あるんでしょうね、うん、あるんじゃない。今日も楽しく良きダラダラ感で、良きダラダラ感でよろしくお願いします。良きダラダラ感、ダラダラ感 ね、 ね、リクエストカナオさんロングディスタンス、誠さんスイングロースイーツシャリオってね、さっき歌っていただきました、うん、ました、ね、はい、としみさん例の千秋直美さんのやつだけど、いつものごとく何でも OK、うん、さっきね歌った星影の告知も千秋直美さんが歌って出したのね、うんうん、そういえばね、あれさ思い出しました、朝色、これ朝色、いや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 、嫌じゃない、もう十分でございます、嫌じゃない、いやなんでだって歌った方がいいよね、だって最近やっとこの間あの松下さんね、松下としみさんを、はい、あのふるさとの錦を飾ってね、錦じゃなくて、来たのにさ、それは朝日を行ってみましょうよ、あの昼でもいいんだよ 今の歌に関して、うん、ミキさん、うん、感想が来まして、あなたからの贈り物、うん、めっちゃ完成されててよかったです、ありがとうございます、星影の小道もスイングローンも聞けたし最高です、おけど初めてですね、メール読まれる前にリクエストに答えてもらったのもあってか、それでそうか、ね、今ね即返事が来ました、やっぱねミキさんはね毎週聞いてくれてるから、うん、そうそうそう、いろんなことを考えながらね、あのリクエストしてくれる、ね、だからもう俺通じるのよ、もう言わんでも分かっとうみたいなねもうなんか番組にね一緒に出演して参加して、うん、そうそう、参加型ここにおるような感じがするよ ね、 うね、うん、いつか惜しい人を亡くしました、あららら元気です朝色行ってみましょうよ、ちょっと待ってください、歌詞間違えてるではなかろうも、変わりはないが
がついたのはニューオーリンズの朝日ろという名の上ろう屋だった松下としみさんが歌いました、お山田さんは拍手いただきました。外の方からもね、なんか拍手いただきました。ありがとうございます。松下としみ人気だからね、急上昇。そうそう、急上昇じゃない。急上昇昔あったのよ、なんか、ね、何が赤丸急上昇松下としみさんもね、あれ松下としみさんは西田としみでデビューしたんだけど、はい、今回はあれですか、松下としみで出たの、松下としみになってましたね名前は、うん、本当、はい、名前をな、今からあれしたら、あのリバーサイドとかもレコーディングしたいとか言ってるのもあ、本当調子こいて。調子こいて。今サイドをレコーディングしてみようかしら。バラ売りでいいじゃないですかね。ああ、それぞれね。いいかもね。でもね、あの、そのフィルムないんだ。フィルム？フィルム、ほら、歌った。あ、動画。あのね、ケーブルテレビかなんかが入ってたから、多分、あの、田舎では流れるんじゃないですかね。それじゃあ聞いてみたいよね、なんかね。そういう。あの同じ歌でもほら、うん、歌う人によっても違うし、うん、雰囲気もあるじゃないですか、ね、アレンジとかもね、ね、うん、それもやるのもいいかもしれないですね、ということで、あっという間な、ね、あの時間になってしまえばまだまだありますけども、高島子さんなんか歌いましょうすぐ俺もう自分なりで人に振るんだよね、振るね、そういうね、いきなり振りますよ。俺なんかちょっと片っぽの耳がちょっと聞こえにくい今急に、大丈夫、いや耳鳴りがし始めた、おいや、あの、まあ大丈夫だけど、じゃあなんかやりましょうか。いや、自分の声がやかましいんだ、やっぱり。そうか。俺マイク相当話してよかったんだけど、それでも私近づかないとね、こんくらいはちょっと割れちゃうのかな、聞こえるか、うん、あんまりねマイク近づき、喋るときはねこれぐらいでいいんだけども、ね、近づき歌うときは近づけると割れちゃうんだよね、うん、だからそれだけ気をつけてもらって、うん、あ、イマジネーションいきますか、イマジンやりますか、もうイマジネーション出ましたか、やってみますか、うん、これはあれなの、あれもともとこういうちょっとブルージーな感じのやってる人がいたの、うん、あ、そうなんだ、そうそうそう、高島君と、昔よく一緒にやってた、あのテックス、あの彼もあの同じバンドでやってた南沢、カズ南沢、実はさ、うん、俺彼がアメリカ行く前にもドライビングホイールとか会ってた、そうそうそう、俺も会ってた、それで共通の友達がね、だから僕が会った頃はね、バブルガンブラザーズとかをちょっと始めたみたいな、で僕のライブも来てくれてたんだよね、その時出会って、テックスもそうそう知ってたんだね、知ってた、あ、実は本当、あ、彼がそんな感じで歌ってたの、うん、そのイマジンとかを、イマジン、そう、カズがね、本当、うん、で、元々はあの誰だっけ、あのキーボーディスト、レイチャールズ、レイチャールズ、あ、レイチャールズの、うん、もう俺のこちらも何だっけってすぐ分かる、俺たちはさすがそうがないと夫婦はね、続きませんけど、なんか続きませんけど、まあ、そういう夫婦じゃないともう30年持ちませんからはいじゃあ行ってみますか、行ってみますか、Imagine there's no heavenIt's easy if you try by. No hell below for us. With us on this carby. Imagine all the people top living forTo David, imagine this,
no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion to rule. Imagine all the people live their life in peace. You may say I am a dreamer, but I am not the only one. Hope someday you'll join us, and the world will be as one, and the world will be at one. Imagine all positions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brother fruit. A man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only. みたいなあれ話になってしまいますが、まあでも前あの同じような感じでね、いつもやらせていただいてるんですが、あの違うその時のノリ注文がありますでしょ。そうね、それ楽しいよね。でも自分たちが楽しくするとね、普通のこう枠にはまったようなことはね、あんまりしよってもつまらん、そうですなような感じがしますけどもですね、どんどん超えていきましょう。ね、あのこうやってね、あのやってまいりました。もうあのそろそろ時間となって
で、はい、しまえますが、はいはい、もうあちょっとできないね、うん、なんかリクエストあったらあった忘れた、はい、ブルースとかいろいろブルースとか、うん、でもね来週も今度金玉ですよ。ああじゃあ、うんまあ、また来週もいろいろやりましょう、うん、この続きで、ねね、最後ちょっとバラードちょっとだけやってみる。これお前の東京あそれあるの、ねね、何やるラストタイムブルース。あーいやいや最後の、ね、曲ということで、はい、ラストタイムブルースの曲ちょっとょあの触りだけでもやってみますか、本当にね本編は来週彼のドアを出て行くよ。夜明け間近の風が歌う。Last time blues。目覚めたお前は涙も見せず。写真も焼くだろう。最後の恋になるはずが。これ結構なんかいい感じだね。いい感じだ ね来週ちょっとガチッとやろうかな。やりましょう彼女のラストタイムルースで、今日はお別れいたしましょう。今日の お相手はおなじみ高橋誠さん、どうもありがとうございます。松下俊美さん、はい、どうもありがとうございました。金尾よしろでお届けしました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time、はい。Yeah.